はい、僕と志村町やっていきたいと思います。前回はあれですね、星がまだ増えてないっていう状態ですね。はい、でも今日で増えると思う、さすがに。はい、夕方か、なんかすることあるかな。あれ今夕方？朝？どっち？これ朝？誰？おすすめのスポットでもないかな？ないです。あ、お店にいるパターンもあるのね。なるほどね。とりあえずちょっとご機嫌取り。はい。何を励ましたのかわかんないけど励ましとこう。うまくない？私やっぱもう慣れたもんですよ、こんなの。はい。お金ありがとう、なんて言ってるかわかんないけど。よし、どうよ、これで売れんじゃない、この店の商品。あら、あなたちょうどよかったわ。人をもっと可憐にするようにと、花輪くん、私不吉祥だからなかなかうまく作れなくて。あ、ちょっと不吉祥そうだよね。うん、私の代わりにやってみて。やばい、タッチペン使うらしい。はい、何これ、どういうこと。はい、あー、はい、分かった、そういうこと。 OK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  理解。あー、ちょっとこれあれだ、時間勝負だからちょっとミスった感はあるね。はい、まだ結構やらせるのね。はい、ちょっと黄色しか出ないの、運悪くない。はい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 、焦る。はい、はいはい、1分かかってる、遅っ、ごめんなさい。318点、お手つき3回、マイナス60点。あ、でもブロンズメダルまでと162点。待って、でもこれ結構やれそうな気がする。まあって何？まあって。なんて美しいのかしら。褒めていただきましてありがとうございます。一つ花をあげる。ありがとうございます。まあ、何でもいただけたら嬉しいですよ。ちょっと待ってやるわよ。うん、作るわよ、私は。やり方わかりましたから、ちょっと本気でやりましょう。うん、負けない。負けられない戦いがそこにあるよね。はい、でもやり方分かった私にはもう何も怖いものはない。はいはい、ちょっと無言になっちゃうかもしれない。よくないよな。よくないと分かっていても無言になってしまうよ。はい、焦りすぎ。はい、はいはい、早くね、42秒早いんじゃないの。どうよ、416点。ボーナスついたよ、やった、ブロンズメダルをゲットしました。シルバーメダルまであと34点。
いやでもいいですよ、はい、いい、よし、これちょっとあれだ、お金稼ぎに一番いいんじゃない、結構単価が高めというかね、あれこの後夕方になるのね、うーん、どうする、一発とりあえず壁打ちしとく、果たして今回はうまくやれるのか、ちょっとやれる気がしないんだけど、いや36点、まあ、ひどいって、ハイスコア、ハイスコアでもなんでもないもんね、これ。ね、待って、今のはどうしたらいいのよ、飛んでいっちゃったものはもうどうしようもなくないですか、これ私が悪い、時間も経ったわよ、はい、まあ、特にみんなあれですね、まあ、ちょっとどっか行こうかな、ふん、ふてくされよ、はあ、難しいんだって、いやむずくない、冷静にめっちゃむずいんだけど、すいません難しいです、私の愛は溢れるほどあるのに、まあ、ちょっとまた言ってる、もう営業終わったのね、あ、種買おう、そういえば自宅のさ近くにさ、なんか植えれる場所あったよね、じゃ行こうと、よいしょ、ちょっとあのおじさんさおじさん呼ばわり、おじさん全然仲良くなれないよな、ハローおじさん、おめえを見込んで頼みさあるだが、オラ魚さ大好きなもんで、世界中の魚を見るのがオラの夢だけれど、なんせこの世界は広大だ、なんだこの喋り方、なんなの、おめえにこの普通の釣り竿、え、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、釣った魚をジョセフに渡すと魚図鑑に登録されます、はあ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 、まあ、ただ動物の森の博物館に魚寄贈するのと同じ気持ちでいいってことよね。あ、上がった。やった。え？魚釣りしたかったのに。強制的なさ。はい。めっちゃ寝たね。いくつか店もオープンして賑やかになってきました。町長が町の交番を良くするために何か考えているようですよ。何でしょう、皆さん喜んで帰っているのが順調に、喜んで帰っているので順調に観光客が増えているわ。人も多くなってきたことだし、交通を良くするためにトロリーバスを始めたの。あ、なんかバスってあったもんね、あれ乗れるんだ。ちょっとお金かかるけど便利ですので、ユタさんも使います。あと、もっと店を増やそうと、閉まっていたケーキ屋を開くため人を雇ったの。もう店についてるところじゃないかしら。ついてる頃ね。これで市街地はいいんだけど、他のエリアをなんとかしないと。わかる。なんか廃れてるよね。公言なんですが、まだ管理人を雇うほどお金に余裕がないんです。風車のあるいいところなんですけど。はい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 。あそこに行けってことですか？ケーキ屋さんだっていいじゃん。ケーキ。こんにちは、ケーキ。あら。あなた、買い物に来てんのね。はい、ケーキ。あ、いや、中華料理始めた方がいいんじゃない？おいしいケーキたくさん買ってね。何、お客さんじゃないかも？かも。ユタだって。私、チャーリーだよ、チャーリー。チョコレート工場？人にあげる、とっても喜ぶケーキ作ってる。かもね。あ、じゃあ、美味しくないのかも。ケーキ屋ではいろんなケーキを買うことができます。観光客にプレゼントすれば喜ばれること間違いなしですが、人によっては好みに合わないこともありそうです。わがまま言ってくるってこと？パンチだよね、そんなの。とりあえず買ってみたい。買ってみましょう。はい。
ショートケーキ、チーズケーキ、まあ、じゃあショートケーキとチーズケーキ1個ずつ買います。はい、私はショートケーキが好きです。うん、あ、そうだ、観光客と喋んないと。あんた誰？さっき歩いていた何もないところで転んだんだ。どんくさいわね。あんたにはチーズケーキをあげるわ。はい、嬉しいよね。あ、大好物さ、くれるのか、ありがとう。よし、あ、一気にそれが上がるって感じなんだ。便利アイテム。なんで話聞いたら下がるのよ。はぁ、なだめよ。よし、はい、なんて言ったんだろう今ね。空耳もあんまないのよね。よし、誰かいます？特にいないかな。とりあえずでどうしたらいいって、こっち行く。こっち荒れてるもんね。あれ、でも誰もいないよ。誰もいないけれども、あの建物が結局さに誰かが住むってこと。空いてるわ。この人って勝手に居座ってる人もしかして。え、結構ギャルくない？ギャルみじゃん。誰？こっちのセリフなんだけど誰？あんた何なのよ。なんでいきなり怒るの？どんだけって感じ。何を励ましたんだろうね、いきなりね。調子悪そうだよって。よし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 、シャーズ、ミヤサコ、シャーズ、シャーズって言ってる？ウサギ餅。ふーん。ユータって呼んだ。私はマリー。マリー。そうだ、ここの管理人をやってるのよ。嘘つかないでよ。あんた何してんの？お手伝い？まあ何でもいいわ。じゃあ、ここなんだかよくわからないけど、いろいろあるからこの高原を管理する手伝いをしてよ。やり方は自分で考え。なんで怒るの？ストレスおばさんじゃない？芝がはげているところ近づいて押す。はいはいはい、芝が生えているところ。これなるほどね。お花植えたから。お花じゃない？ここじゃお花二つ。よし、これも、ガーデンテーブル。あ、いいじゃん、かわいいかわいいね。じゃあどうしようかな。彫刻？何彫刻って。独特。とても独特。まあでもいいんじゃない。私チューリップとひまわりだったらひまわりかな、やっぱり。これでいいのかしら。あ、どこ行った。待って、景色を。
もうやめたいの？いやで、やめたいって言われるとちょっと違うんだけど、終わったのよ。なんだ、やめるのね。ひょっとしたら人が集まることもあるんじゃないかと少しだけ思ったんだけど、そうね、やっぱりやるだけ無駄よね。は？どない？本当でだってくるやっの、あ？あんた物好きね。もういいわ、帰っていいわよ。感じ悪いわ。あ、もう金すげえくれてありがとう。え、何もう夜？いや、もう夕方だ。早くない？いなくなったし、しかも。あ、いたわよ。暇よ、暇。暇で死んでしまいそうだわ。ポップなのかな？何なんだろう。ちょっと気晴らしにスポーツでも始めようかしら。ごめん、光源カスタマイザーはスポーツではねえと思うのよ。あれってスポーツなの？私がちょっとついていけてないだけ？スポーツだったのかもしれ、あ、釣りができる、釣りが。釣りしよう。はい。タッチスクリーンを使います。はい。できるのかしら。釣れなさい。感覚としては本当に動物の森だと思って。え？これみんな無反応なんですけど。え？真下は通ってるんだけどな。難しくない？これ浮きを2回タッチで浮きを上げるんだよね。2回タッチで素早くかな、はい、普通の釣り竿だからダメなんだやっぱり、ね、すごい釣り竿とかちょっとポケモンやりすぎ。音色奏でていくよ。ちょっとうるさい、すいません。虚無なんですけれども、すいません。来た、やった。何これ、そういうこと？何よ、線って生き物でもないじゃない。マジ？これ生き物じゃないものも釣れるんだ。ちょっと、パトって言い方よくないな。サツ。めめ、このエリアは、本館がおる観光客がまだまだいないではないか。いや、それを言われましても、いないものはいないんです。仕方なくないですかって。ね、私一人の力ではどうしようもね。よし、壁打ちやろう。間違えた、ごめんなさい。壁打ちやるよ。一つの時間に一回ぐらいやりたいっていうね。行くわよ。ハイスコア出すわよ。ね、待って、でもちょっと調子良かったことない？まどこがって言われたらちょっと分かんないんですけど。あれ、どうした？ゆうたさん、壁打ちそろそろこれだけじゃもた戻
足りないというか、難易度がちょっとって。次から新しくまとめて、じゃあ的当てゲーム死んだよね。聞きました？的当てゲームですってよ。やってみようじゃないのよ。どういうことなんだって、的当てゲームって。はい、はあ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 、なるほどね。はいはいはい。おい、あ、何回でも打てる？ありがてえ。ほれ。でもこれ練習になるわ。練習になるからありがてえ。ほら。ほれ。ほれ。え、待って、異常にうまくない？異様にうまくてびっくりしてる自分で。はい。800点ってどうなの？低い？ 346。 よし、待って、ブロンズメタルまで474点。え？でも待って、まだ可能性見えてる。ちょっともう一回やろう。可能性ある、可能性ある。なんか一番今まででなんか手応えを感じてる、私は今。うん。ラリーとの差やばくない？えぐいでしょ。よし、800超えるわよ。これ一生続けたらいい点出るんじゃない？頑張って一生続けようね。一生だよ。バカ。あ、もう捨てるわ、そのボール。はい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 。1000いったよ、でも。1000いったことに感動してんだけど。ということでね、まあいいわよ、1000超えたんだからな。うん。あ、もう夜？まだ夕方ね。もう昼と夕方のあれが分かってないっていうね。よしよしよし、とりあえず花屋やってる？やってないな。営業が終わってるのよね。花屋行きたいんだけどね。誰？退屈だわ、早く帰り。何だ、あなた、なんで来たのよ、帰りなさい。せっせ。怒ってやろう。何あなた。ふん。怒って喜んでるわよ。やべ、相手も怒った。泣いてやろう、泣き脅しよ。なんでこいつむず。会話で失敗したらしばらく不機嫌になってるでしょ。こっちが不機嫌よって言ってやりたいわね。だいぶこっちの方が不機嫌だと思うんだけど、期限担当ですよ、私大体ね。え、公園の管理でももう管理する人いますよ。
とりあえずじゃあ雑貨屋さんとか行く？今日は休んでいます。は？ブチギレ。書いといてよ、うちは何曜日が定休日ですとか。書いてなかったよね。あんた誰？ここは何もかも忘れてのんびりできるね。まあ確かに田舎ですから、うん、よし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 、一緒聞いてあげればいいのよ。いいじゃん、普通の会話が一番いいのかもしれない。ほらほら、普通の会話、普通の会話。見てこの子の素直なこと、ね、え、今でもうざいって言った気がするよね。笑ってるわ。なんか服ってラインナップどうなの、あれ毎日変わるのかな。変わるだとちょっと変わってないですね。じゃあいいです。はい、よし行こう。なんかでもね、店頭見ると思っていいのありそうな気がするんだけどね。花屋さんやってないっていうのがさ、結構罪じゃない。あ、魚じゃないけど釣ったから見てに行く。でも浮きじゃダメじゃん。じゃあ線か、線じゃダメな気がするんだよな。帰って寝たら。明日にしちゃえばいいんじゃない。もう結構観光客が増えてきたようだな。しかしまだまだ人はやってくるはずだ。マジ？どれぐらい？ね、さてさて、うちの花壇はまだしょぼいと。いや、そこそこで朝じゃない。どう？よし、朝。はい、まあ、朝のルーティーンは、歯も磨かず、顔も洗わずに走り出す。これが彼女。クオリティです。この時間はね、これだっていうのはないわよね。観光客たちは市街地について魅力が足りないと思って。え？何よ。魅力的に感じなさいよ。ほんと何もないところで、ほんとあなたって頭おかしいわね。やばい、どうしよう、口喧嘩しちゃう。やめよう。口喧嘩するために私やってんじゃないんだから。仲良くしよう。え？そう、仲良くしよう。ね？そう、大丈夫。仲良くなれる。私たちなれるはずよ、仲良く。ね。慣れました。第一声は悪口の言い合いだったんだけどね。まだどこにいるかな。てか雑貨屋さんいるじゃん今日。嬉しい。人がいません。でも外に今人いたよ。ラジカセ。で、このランプ買おうかな。あの、お金あるんで。もうラジカセも買っちゃおうかな。お金あるんで。うまかっとこう。サーフボード別に魅力を感じないわね。買いすぎ？
怖いねこの人。私やっぱり犯人、あ待って、この人無視するわけにいかない。さっきあれだね、あ観光客転びがちじゃない、足腰弱お鍛えて、もっと足腰鍛えてよって、なだめて励ましといて、そしたら笑とけ笑とけ、よし。すごいじゃん、すごい笑うじゃん。で、あっち行きます、あのほら勝手に住み着いてるであろう女性のところ行きます。怪しいのよねあの人本当に。あ、バス乗ってないの、ろ10円だって。10円なら安いね。行けるね、やっぱこの4箇所なんだね。高原までお願いします。いいじゃない、ちょっと拘束時間長いかなと思うけど、でもなんか全然いいよね。ここにも人いるじゃん、すごい目赤い吸血鬼ドラキュラ。この人も転んでるんだけどね、この辺どんだけ、あの、まずあれかな、地面がガタガタなのかな、ちょっとあのまず舗装作業からした方がいいんじゃないかなって私思うんですけれども、ね、観光客呼ぶとかいう次元ではない。頑張って、はい、よし、あらあんたいいところに来たわね、ちょっとスポーツでもしようと。あ、また言ってる。え、パラグライダーの動画出てきたの、ただこれいつ使っていたのかわからないから壊れてるかも。え、怖くない、試しにちょっと、ねえあんた無責任じゃない、ねえ試しに飛んでもいいよ、死んだらどうする。あんた断るってこと知らないのね。そうね、怪我しても私のせいでします、即刻しますから。え、移動急降下、はいはいはい、息を吹きかけると、嘘でしょ、苦手なの息を吹きかけるの。しんどい、え、死にましたあ、ショック。でもほらお金くれたから、うん、なんだちゃんと飛べるじゃない、よかったわ。じゃあ私もやった。最悪この人マリーさん、ちょっとあなたいい性格しすぎよ本当に。どない、ねえ、まあ、いいけど別にね、死にゃしないからね。ちゃお、この釣り場なかなかだっぺよ、魚も生き生きしとるわ。ああ、そうなの、魚を釣れてないからわかんないんだけど、はい、ということでですね、まあお時間いいところかなと思うので今回この辺で終わりましょうかね。楽しいこのゲーム楽しくない、ちょっといいね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。